君魚気合入ってるね。気合は入ってますよ。だってもう北海道にね行かさせていただくということで、報告できる動画なんで。北海道に行かれるんですか？そうなんですよ。あれですか、釣りとか。いや釣りとかね、全然新店舗として僕がホストクラブのはいオープンスタッフとしてお願いします。ありがとうございます。俺らへんか全然呼ばれへんかった。北海道でホストクラブがオープンしてこっちに行かれると。そうです。ああ一人で。実は放課後メンバーからは米子さんも米ちゃんも、はい、うわ知らんかったと米さんで行かせていただくということで。何にも聞いてへんで俺。まあでも新たなスタートだから着るために北海道に行くってことね。そうです。じゃあ応援してくれると思うよみんな。ありがとうございます。まあでも北海道でもやっぱり僕と米さんは YouTube 動画撮るんで、北海道で上げてもらえたらと思います。ああ嬉しいわ。なんでそんなずっと一言なんですか？いや知らへんもん俺。ボスに言われてね行きたいなってなって。ありがたいことですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい帰ってきてたごめんなさい。ですね、私調理動画ですか、北海道の方にクラブレイスというお店でね、新しいホストクラブをオープンします。はい、今のところなんですけど予定が9月の15日かな、はい、にオープン予定と。お店のね作りなどっていろいろ検査であったりとか、初めての人からね土地に店を持っていくってことなんでね、ちょっと多少はねオープン日が前後するかもしれないんでね、そこら辺は僕とごめんこくんとゆってぃくん、そして向こうでね代表を務めますクローバー・ジェームスという男がいてるんですけど、クローバー・ランマってねいう現地名でゆってぃは働いてたんですけど、まあそれの師匠にあたる方がね、クローバー・ジェームスという子がいてまして、その4人のね、Twitter であったりをね確認していただいてね随時情報をアップしていきますので、はい、確定しましたらね Twitter の方にアップしますんで、もうね初日からバンバン並んじゃってください。お願いします。あとですね、はい、北海道の新店舗オープンするにあたってですけど、まあ、従業員をね募集どんどんしております。まあまあ今のところね僕自身のね DM であったりとか個人的に連絡が来て、僕も北海道の働かせてくださいみたいなね連絡がもう何人か来てる状況なので。あ、そうなんですね。はい、大阪の店舗とはちょっと違ってね面接スタイルありますので、僕がいてない時も面接していただける担当の方がいらっしゃいますのでね、はい、そちらとの兼ね合いもございますので、まあ、僕に連絡いただけるか直接ゆってぃや米子君に体験行っていいですかと連絡くださっても問題ないのでお待ちしております。お願いします。この動画を機会にね、一緒にホストで働いてみたいっていう人がいたら僕と米さんと、まあ、北海道ねメンバーみんなで北海道盛り上げていきましょう。イエーイ。お願いします。ゆってぃはでも安心やな。何がですか？いや北海道だら雪降るやろ。ああ降りますね。はい、結構積もるらしいの。ああはいはい、わかるよ。そういうことですね。色がそうそうそう、目立つってことです。おーいとか言って探さなあかんらしい。雪も見えんぐらい降るらしい。あ、普通の人はってことですね。はい、ゆってぃの場合おーいこっちこっちや。あれなかった上でよ。はいはい、お待ちしてまーす。